トベ初のスーパーライブを楽しもう。トゥーヒーローズ、トベファーストスーパーライブスペシャルエディションの魅力に迫る。トベ公式 YouTube チャンネルで5月8日、水曜日18時公開。これほど待ち遠しかったプライムビデオの新企画、ウラ2 h e r o ズがいよいよ明日5月8日、水曜日の18時にリリースされることが分かりました。 ファンからの大きな期待とワクワクを感じられる事前コメントが集まっているのがわかります。トベのファンなら5月8日水曜日に配信される特別番組トゥーヒーローズトベファーストスーパーライブスペシャルエディションを心待ちにしているに違いありません。トレーラー映像を見る限りメンバーたちの素顔や裏側に密着した様々な場面が収められているようで、 トベのライブをより深く知ることができそうです。この企画は5月20日にリリースされたトベのファーストライブ2ヒーローズトベファーストスーパーライブのアーカイブ配信を一層楽しめるという特別な番組となります。公式 YouTube チャンネルで配信される予定です。ライブの裏側に迫るこの番組ではおそらくアーティストたちのリハーサルの様子やメンバーの素顔 観客の反応など、通常見られない貴重な映像が収められていると期待されます。アーティストとファンの交流も垣間見えるかもしれません。さらに、ト o h ヒーローズとべファーストスーパーライブスペシャルエディションとしても、ライブのダイジェスト版やスペシャル企画が用意されているようです。ライブ本編とは違う切り口で楽しむことができそうです。ファンからは、 裏側が見られて楽しみ、プライムビデオでライブ配信があって嬉しい、世界中に広まってほしいといった声が寄せられており、アーティストとファンのつながりの深さが感じられます。トベのファーストライブの魅力を余すところなく伝えられるよう、この、裏ラ2 h e r o ズとスペシャルエディションが工夫を凝らした内容となることが期待されます。ファンは明日の配信を心待ちにしているでしょう。 さて、トベの活動を通して見えてくるのは、アーティストとファンが一体となって盛り上がるライブ文化の醍醐味ではないでしょうか。こうしたアーティストとファンの絆が、音楽シーンの魅力を最大限引き出しているのだと感じます。番組のタイトルにある、スペシャルエディションという言葉が、私たちの期待を煽っているのかもしれません。いつもとは一味違うトベの一面を垣間見ることができるのか、 楽しみでなりません。そこで今回は、トゥーヒーローズトベファーストスーパーライブスペシャルエディションの見どころをいくつか紹介したいと思います。トベファンはもちろんのこと、これからトベに興味を持とうとしている人にも、ぜひチェックしていただきたい内容になっているはずです。ウラ2 h e r o ズと題された特別企画。まず注目したいのが、ウラ 2HEROZ と題された特別企画です。通常のライブ映像ではなかなか見ることのできない、トベメンバーたちのリラックスした表情やプライベートな一面が垣間見えるのではないでしょうか。ステージ上での堂々とした立ち振る舞いや歌声の美しさなど、トベのパフォーマンスの魅力はよく知られています。しかし、彼女たちが日頃どのように過ごしているのか、舞台裏ではどのようなやりとりをしているのか、 そういった部分にも注目が集まるはずです。ファンにとっては、トベメンバーの人間性に迫る貴重な機会だと言えるでしょう。普段のトベの姿とは一味違う、新鮮な一面を垣間見られるかもしれません。さらに、ナンバーアンダーライン愛さんからのコメントも見逃せません。トベファンに熱心に応援されているアーティストの一人であるナンバーアンダーライン愛さんが、 特別番組への期待を寄せているのがわかります。番組内でどのようなやりとりが交わされるのか、ファンの間で話題になりそうですね。海外配信で 2HEROZ を世界へ。もう一つ注目したいのが、本公演の海外配信に関する情報です。2HEROZ トべファーストスーパーライブスペシャルエディションは、 プライムビデオでの世界配信が決定しているとのこと。トベの楽曲やパフォーマンスを日本国内だけでなく世界中のユーザーに向けて発信していくという意味では大変画期的な試みだと言えるでしょう。これまでもトベは国内外問わず幅広い支持を得てきました。そのファン層をさらに広げていくチャンスだと捉えることができます。海外のファンにとっても 待望の特別番組になるかもしれません国内外のファンをいかに魅了し、トベの魅力を最大限に引き出すことができるか。そのポイントにも注目が集まりそうです。トベファーストスーパーライブの見どころはさらに、本公演の見どころについても考えてみましょう。トベのライブパフォーマンスの魅力は、まさに彼女たちの持つ圧倒的なボーカル力と、 ダイナミックなステージングにあると言えるでしょう。トゥーヒーローズトベファーストスーパーライブはトベにとっても初のスーパーライブ公演です。これまでのトベライブとは一味違う、さらなる進化した姿を見せてくれるのではないでしょうか。メンバーたちがこれまでのステージで培ってきたパフォーマンス力をフルに発揮し、観客を魅了するはずです。特に、 数々のヒット曲を中心としたセットリストには注目が集まるはずです。ダンスパフォーマンスの進化も見逃せません。これまでの飛べライブでも迫力あるダンスが話題を呼んできました。今回のスーパーライブではさらにパワーアップした演技を期待できるかもしれません。ボーカルとダンスの融合によって生み出される飛べならではの圧倒的なステージパフォーマンス。 それを堪能できるのが本公演の大きな魅力だと言えるでしょう。ファンにとっての最高の思い出にそして何と言っても、トベファンにとって心躍る点があります。それは、トベとファンとの絆を感じられるということです。トベのライブでは、ファンの声援や歓声が大きな盛り上がりを生み出してきました。アーティストとファンが一体となって、 熱狂的な空間を作り上げるのが、飛べライブの魅力の一つなのです。今回のスーパーライブでも、そうした一体感が存分に感じられるのではないでしょうか。ステージ上の飛べメンバーと、観客席のファンがワンになれる瞬間が、きっと何度も訪れるはずです。そうした思い出を心に刻むことができれば、飛べファンにとって最高の一日になるはずです。ライブ本番はもちろん、 事前の特別番組も一緒に楽しむことで、飛べへの思いがより強くなっていくことでしょう。初のスーパーライブを心ゆくまで味わい尽くせるのは、飛べファンならではの特権だと言えるでしょう。飛べの未来につながる一国。最後に、今回の取り組みが飛べの未来につながる一国となることにも期待したいと思います。海外配信を含めた、この特別番組の企画は、 トベのグローバル展開を見据えたものだと考えられます。これまでも国内外で高い評価を受けてきたトベですが、さらにその知名度を高め、ファン層を拡大していくチャンスだと言えるでしょう。